やっほー、こんばんは。ちょっと斜めってこ。こんばんは。ありがとうございます。今日。こんばんは。こんばんは。誕生日仕様なんだ、知らなかった。もう誕生日過ぎたから。こんばんは。すぎる。ケーキありがとうございます。ありがとう。他にもギフトありがとうございます。じゃちょっと前、10月の何日だっけ、3日間ぐらいルーちゃん家にいてお泊まりしてたんですけど、そうなんかゆずっとルルを間違えたみたいで、5回ぐらいルルって呼ばれた。そう、5回ぐらいルルって呼ばれました。そう、ゆずとルルがなんか似てんのかも分かんないけど、まあ2文字だからね、まあ一緒なようなもんだからあれだけど、そうルルって言われた。面白いよね。ルルって言われて、こんばんは。同じだしね。なんかちょっと似てません、ルルとユズって似て、なんか似たようなもんじゃないですか。だから。おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、皆さんありがとう。ボイスってもうキリがなくなっちゃうけど、そんなこと言ったら、まあそうですね、ボイスはまあ確かに一緒、言えてる、それは言えてる。まあまあ、間違えても OK。 こんばんは。ありがとうございます。けんのことありがとうございます。セスキホーテッドチームメスのしぐれつきです。ありがとうございます。ありがとう。耐えられないんだけど、熱
暑すぎて。こんばんは。暑いよね。皆さんが住んでるところはどうでした？今日は私の愛知県は、私の愛知県っておかしいよ。愛知県はとっても暑くてすごい過ごしづらかった。こんばんは。来週から一気に涼しくなる。ほんとちょうど そう、でも冷房っていうか、まあクーラーね、そう一回消しちゃったから、もうそっから。そうでも朝寒いよね。そうそうなんですよね。私窓開けて寝てると朝寒いってなる。なんでなんだろう、めっちゃ起きた。不思議。暑いよねって言いながら、あったかい。ありがとう。熊本34度。暑っ暑っ、めちゃめちゃ暑いですね。34度、もう夏じゃん。そんな夏じゃ。さすがに暑すぎる。34つけないと結構やばい。悲しい。秋とは、いや本当、本当私この、こういうなんか、え、まだ半袖とかなっちゃう。まだ着れないじゃんってなったりとか。そうでも逆になんか自分が家出る時間とかって暑くても帰り寒かったらどっちに合わせればいいんだとかなっちゃうから、結構めんどくさい。そうだからこんだけ暑いとさ、衣替えもできないしね。まあまだしようとしてないけど、衣替えって体力いるからちょっとしたくないんだよねそうでもしないとな、もうクローゼットが夏なので、今はさすがにちょっと変えないと。難しい服装
もう今一番難しいかも、自分の。難しいね。なんか衣替えってすごいなんか諦めかけません？私いつも途中でもうやめよっかなみたいな、そう一旦休憩したくなっちゃうけど、そこで休憩しちゃうと動かなくなっちゃうから、そういつも頑張ってる。もう無理だってなる、いつも。もうなんか自分何やってんだろうっていう。本当にこれはやるべきなんだろうかって考えちゃったりとかして、いやけどこれを変えないと後々ひどい目になっちゃうから頑張ろうって思いながらいつもやってます。こんばんは、お誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、昨日で18歳になりました。18歳になったよ。いやほんと18歳ってなんか改めて聞くけどすごいよね。なんかこんばんは、そう昨日はゼストの皆さんからもお花が届いて、そう去年もいただいたんですけど今年も届きました。綺麗な。そうでも私の家ではちょっとどうにもできないので、ちょっとおばあちゃん家に送ります。お預け。こんばんは、やっほー、暑い、無理、どうしよう、暑すぎて。来年の成人になるってことかな、いや再来年かな、再来年ですかね、多分2年後。ちょっとねよく分かんなくなってきたんですけど、なんかそう一時期ねちょっとねなんか19でする説みたいなのがの疑惑が出てきたんですけど、なんかよく分かんないけど多分20歳でしますね、成人は、成人式は。私もあんまりちょっとよく分かってないけど多分20歳。多分20歳でします。コロナのせいかな、いやコロナではないですね、コロナが流行ってる時にこういう話出てたから多分コロナじゃないと思います、全然違うけど、なんかそうよく分かんなくなって、そう結局私はいくつで成人式を迎えるのかはちょっと分かんないけど、そう本当誰か本当分かりやすく説明してほしい、本当分かんないから。そうなんかもうそうなんか言うこともなんか人それぞれ違いすぎて、誰の言葉を信じたらいいのかが分かんなすぎてむずいわ。こんばんは、
ばんは。15分。こんばんは。本当よくわかんないですね。なんかでも選挙権はあれですもんね、18からだもんね。そう、それもよくわかんない。なんかだったらみんなさ、キリよく一緒の年にすればいいのにって思っちゃうけど、難しい。こんばんは。誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。ハートもありがとうございます。ありがとう。ケーキのギフトもありがとうございます。ありがとう。試験のことありがとうございます。 SK48 GMS の石黒月です。こんばんは。ありがとうございます。サルのギフトもありがとう。アップルウォッチ使ってみてどう？アップルウォッチですか？いや全然使いこなしてないよ。全然超初心者だもん。全然分かってないし、いや難しすぎて何も分かってない。ほんとです。でもなんか定期的になんか呼吸してくださいみたいな、めっちゃ通知来る。すごい、私呼吸してないみたいになってるけど、呼吸しましょうとか、なんか深呼吸しましょうみたいな通知来たり、あとなんかなんだっけな、なんか立ちましょうみたいな、めっちゃ来るんですよ。そうそう、だからほんとそれがちょっとよくわかんないけど、まあまあまあ、そう呼吸してんだけどね。すごいなんか呼吸しましょうねみたいな、すごいなんか私のことを思ってくれてるのかわかんないけど そう、呼吸してねって言われる。します。なんかあとなんか立ち上がる時間ですみたいな、座ってると言われるんですよ。あ、すいませんと思いながら、ちょっとまだよくわかってないのと、そう、もうこのバンドが欲しくて、新しいやつが。今これ、あ、予定が予定ではないからあれなんですけど、なんて消えちゃった。
ジェシー。そう、でもなんかペイペイとか使うんですけど、たまに。そう、そういう時は多分便利なのかなと思うけど、まだでもペイペイもまだ使ってないから、アップルウォッチ買ってから。あ、でもね、やっぱスイカだよね。私でもスイカ使ってないんだよな。そう、携帯じゃないから、定期だから使ってないんですよね。そう、あとなんだっけ、そうそうそうですよね。あとなんかアップルウォッチしてると、その電車じゃない あのなんだっけ、マスクしてても携帯が開けるみたいなのがあるらしくて、それはちょっとまだ試したことがないのであれだけど。ゆずはでもお風呂入るタイミングで充電して、寝る前になったらつけて寝てます。で、あの朝起きるときに振動で起こしてくれます、アップルウォッチが。そんな感じ。けどあんまりそんな使ってない限り、そんな充電も減らない気がする。わかんないけど。2日は持つね。いや、多分持つと思う。全然減らないもん。目覚ましはアプローチだけです、今は。そんな感じです。それで起きる。でも本当にまだ使い方が全然わかんなすぎてむずい。全然わかんない。こんばんは。なんだっけ、でも GPS モデルかなんかじゃないやつなので、私は常に携帯を持ってる人間だから、これだけでは、携帯持ってないと、なんて言ったらいいんですか、難しいな。店員さんが言ってくれたことをそのまま言おうとしたけど言えなかった、今説明ができなかったです 難しいわ、ダメだ。そう、常になんか携帯持ってなくてもいい人はなんか GPS モデルかな、なんとかなんとかみたいなのをがついてる機能の Apple Watch を買った方がいいみたいな言われたけど、私常に携帯持ってないと無理なので、そうだから違うやつです。ちょっとね、難しい。こんばんは。
そうか、セルラーモデルでしたっけ？セルラーモデルじゃないやつです、多分、椅子は。そう。携帯がないと無理、私は。誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。暑すぎる。暑い。そう、本当は窓開けたいんだけど、窓開けると外の音が入っちゃうから、開けません。携帯ショップの店員さん丁寧でしたか？めっちゃ丁寧でした。超わかりやすかった。男の人だったんですけど、なんかやっぱ調べても自分の何理解力がないのか、まあ言葉だけでしか説明されてないから、ん？って感じだったけど、やっぱ言葉で聞くのが一番なのかなーって思った。その時全然理解できなかったことがすぐに理解できたから、まあ自分が説明しろって言われても無理だけど。めっちゃ分かりやすかったです、アップルの方が。超分かりやすかった。そう、なんかネットで結構調べたんですよ。なんか何がこの機種とこの機種は何が違うとか。そう、でも全然分かんなかった。最後まで分かんなかった。自分で調べてから言ったけど、結局全部店員さん任せです。 分からん、むずい。こんばんは。アップルストアの来店も予約制なの。予約制でした。だから私時間がなくて、その日本当はアップルですぐ買いたかったんですけど、集合時間に間に合わないってなったので、ちょっと説明だけ聞いて、電気屋さんで買った。電気屋さんのアップルコーナーみたいなところで買いました。誕生日おめでとう。ありがとうございます。ありがとう。そうで、モズが新しいの出ましたよね。セブンでしたっけ？そう、10月15日とかに発売みたいな言ってました、店員さんが。あとなんだっけな、表面のなんか使ってるガラスがなんとか言ってた気がするけど、なんか忘れちゃった。分からなくなっちゃいました。そう、今日なんか違うらしい。そう、でも今何もなんか保護
フィルムみたいな、なんかこういうカバーとか何もしてないからちょっとね、わかんない。でもこれ夏とかにしたらあれだよね、溶け焼けしそう。ここだけ日焼けとか、この後だけなんか日焼けみたいになっちゃいそう。いや、ほんと難しい説明が。そう、でも今はちょっと違うバンドっていうか、それを探してます。可愛いやつを探してる。こんばんは。すぎる。あ、違います、あれです、ブレンディーです。ブレンディー紅茶ラテってやつ。もうラスト1個だった。誕生日おめでとう、ありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。試験のことありがとうございます。 SK48 チームスのしぐれづきです。ありがとうございます。こんばんは。普通の時計と重さはどうですかってことかな。これはどうなんだろう。でももう普通の時計でもなんかつけ心地は別に嫌じゃない。嫌じゃないです、別に。うん、嫌じゃないですね。試験の方ありがとうございます。 SK48 チームスのしぐれづきです。こんばんは、ありがとうございます。でもなんだろう、やっぱ普通になんかもうずっと欲しかったものを手に感がやばいです今は。だからもう全然使いこなせる自信がなさすぎて、とりあえずなんかあ買ってもらっちゃったって今終わっちゃってる。わかります、なんかずっと欲しかったものだったから、そうもう手に入っちゃったって止まっちゃってる今は。ちょっとこれから本当にちょっとね使いこなせるように頑張ろうとは思ってるけど難しいよね。そう買って満足するタイプ、そうママもそうなんですけど、そう買って満足してそのままみたいなタイプなので、意外と私もそんな感じ。そうだから、あそう誕生日プレゼントです。そうそうです、そうです。
結構みんなそんな感じよ。あ、本当ですか？みんな一緒？じゃあそれはそれでいいけど よくはないか。いやでも本当なんかそういう感じです。こんばんは。そう、なんかエナタンが使ってて、そうだからエナタンに聞いたんだけど、エナもよく分かってないんですよねって言われた いやでもほんと確かにユズも、いやほんと分かんない、私も分かんない、もうそう私も分かってなくてみたいな、全然多分使いこなしてないっすよみたいな 言ってた いやなんか多分アップルウォッチってまあ機能もまあそれはいいと思うんですけど、なんかなんて言うんだろう、まあ携帯もアップルだしイヤホンもアップルだからそれを揃えたいみたいなっていうところもあるんですよ。私は時計も買うんだったらどうせならなんか揃えちゃおうみたいな、え、わかります？そう、それもあって買ってもらいました、お誕生日プレゼント。そう、アップルなんで わかりすぎる。いや、それは良かったです。私カバンとかもそうなんですけど、カバンが例えばカバンをこのブランドにしたらなんかなんて言うんだろう、定期券、定期パスケースもそれだし、財布も一緒のブランドみたいな、いうふうにしたい。説明書あんまり読まないタイプ。説明書読んでもなんか理解できない。すごいなんかたまにいらっしゃるじゃないですか。すごいなんかそういうのに詳しい。動画を見ながらこう設定したりとかして、そうやったりとかする。なんか自分で文字を読んで理解しようとする力はあんまりないかもしれないです。そう、人がやってるところをそう一緒に見ながらやりたいみたいな人。そう、なんか理解できないんですよね。そう、一人それを見てますね。あとインスタの投稿で調べたりとか。を見て下に行くとどんどんそういうところとか流れてくるから、それを見ながらやったりとかする、そんな感じ。
やっほー、こんばんは。そうでもね、誕生日プレゼントもいつまでもらえるかちょっとわかんないのでそう、わかんないから、なんか欲しいものすぐ忘れちゃうから、自分がちゃんとメモするようにしてる18になったし、あ、でもなんか来年はなんかお父さんってなんかママが言ってました。なんかお母さんが時にお父さんからなんかシルバーって、そうだから来年はそれをもらいます。やっぱでも18までとか多いのかな、なんかママが言ってましたみたいな。そう、そう、若い頃から言葉が足りんかったな。違う、私のお母さんが19歳の時にお母さんのお父さんからもらったよっていう話です。ちょっと足りなかった。あ、やっぱシルバーアクセあるの、そういうのって。そう、なんかそういうのがあるらしく、来年はそれですね、多分なんか私から言うおじいちゃんかな。そう、おじいちゃんですねこんばんは。知らなかった。そうなんだ。うん、なんていうんだ、ただあげるだけだと思ってた。でもそういう幸せになるみたいな、そういう意味もあるんだ。知らなかった。初めて聞きました。いや本当、私もなんかそのなんか指に合うその指輪とか今まで持ってないから、そう、欲しい。手指とかがいいな。左手の人差し指とか、なんか分かんないけど、でも指輪とかもどこにつけたら難しいよね。来年は19。いや本当に、まあもうあと何年後じゃ、何年後っていうか、もうまだ全然先だけどね。昨日乗ったばっかりだし。
364日後、もうめっちゃ先や。めっちゃ先じゃん。364日後に私は19歳になる。お母さんその指輪つけてますか？あ、そう聞いたんですよ。どこにあんのって、どっか行っちゃったって言って。うん、どっか行っちゃった。どっか行っちゃったらしい。そう、おじいちゃんからもらった。まあでもそれ19歳にもらったものをさ、まあでも残し、しぐれつきです。こんばんは。ありがとうございます。外はもう1時間、もうちょっとで1時間だ。早いな。でももうめっちゃ髪の毛切りたい。もう絶対髪の毛も長いから暑い気がする。もうないのに早く切りたい髪の毛。なんか本当は生誕祭が終わって11月ぐらいには切る。8期生とドラフト3期生と9期生と10期生の そうだからちょっとマジ切るか迷ってる今。じゃあ本当はこのまま伸ばしてもいいと思うんですけど、ね、やっぱもう一回切りたいんですよね。そう、もう一回切りたいんです私は。本心はもう一回切りたい。そう、もう一回切ってから伸ばしたいんですよ。そうけど5月から11月まで、そうプロフィールがまだ変わって半年経ってないので11月末まではとりあえずこのまま。こんばんは。そう、なんか成人式のために伸ばしたくて、そう、ほんと多分今のうちから伸ばしておかないと普通に間に合わない。まあでも髪の毛縛ったりとかすると早く伸びるって聞くから、もうずっと縛っておけばいいやと思ってるけど、ほんとと早く伸びるシャンプーとかすれば、まあなんとか間に合いそうだけど、どうなんだろう。そう、髪の毛結ぶとなんか効果的らしい。なんか髪が引っ張られるかなんとかで。こんばんは。
暑いね。そう、今度はね、毛先をパッツンに切りたくて、私今、まあ、もっと分かりづらいんですけど、前下がりなんですけど、今は次は同じ長さに、そう、成人式って来年なんですね。再来年です。再来年だよ。私はちゃんと、ですかね、その時の私の気持ち次第かな。 ちょっとそこまでの先の気もことは分かんないです。 分からん。このなんか、この耳の下からこの顎の先までがショートが似合うみたいな、こういう短い方が似合うけど、ここのここからここの先が 5.5 センチ髪の毛が長い方が似合うみたいなのがあるらしくって、まあ他にもなんか首が長いとか顔がほんとちっちゃいとかだと、でもいつも測り忘れちゃう。あとで、そう、ここからあるんだって。そう、昨日でも思い出したからちょっと後で測ります。こんばんは。成人式早起きが大変。なんかもうもはや早起きじゃないよ。た方が良さそうレベル。なんか寝ちゃったら起きれなさそうだもん。逆に。すっごいなんかもう前日、組んじゃいそうだな。なんかほんと、なんかいい方法ないんですかね。そういう眠くならない方法みたいな。前日寝まくって、ほんと。ちょっと仮眠、いやもう仮眠超えちゃいそうじゃない？ 絶対大変でしょ。だって女の子ってさ、それ髪の毛とかセットしなきゃいけないし、メイクとかもあるから絶対大変だと思うんですよね。だってイズリンとか結構きつかったって言ってましたもん。だって3時とかに起きたとか言ってて、3時？と思った。私いつも寝る時間なんですけどって感じじゃない？無理なんですけど。そんな3時なんて朝や、朝じゃない深夜や。まあでもね、一生に一度だから成人式も。 一生に、
事ですね、一生に一回だから。いや、改めて3時って どういうこと？ああ、半になっちゃった。でもなんか振り袖に合う髪型、私的に絶対なんかまとめてた。あんま可愛いと思うけど、でもなんか個人的に髪の毛長かったらまあ普通にまとめ髪みたいなすればいいと思うんですけど、髪の毛短くてもなんかベレー帽とかかぶれば可愛い。なんかいいよね、フリーするからさ可愛いよね。ベレー帽ね、いいよね。なんかルカさん、なんか裏話なんだけど、マヤさんにはあの石黒そう、なんか一回の待つかなに音をした時があって、なんだっけ、コンサートのやつかなに、そのなんかその時にちょっとだけなんか泣いたんですよ。そのマネージャーさんと私とあやめろさんも一緒で、あと菅原さんと4人で帰ったんだけど、帰り道になんかそう石黒の呼びになったっていうエピソード。石黒って呼ばれる。危険なことありがとうございます。ありがとうございます。ぎゅうたありがとう、ありがとうございます。でもなんかファンの人にもよく何て呼んだらいいですかって言われるんですけど、本当に何でもいい、お前とかじゃなければまあお前ってさすがに呼んでくる人いないけど。
普通に何でもいいです。でも石黒さんとかだとちょっとなんか距離感を感じちゃうから、そう、まあ何でもいいって言っちゃうけど、そう、お前とかそう、お前って言われたら名前あるしって思っちゃうからさ、そうとか言われない限りは全然何でもいいです本当でもゆずきもいないですね。いるから多分ゆずきって呼ばれないのかもしれない。だから確かにそれもあるのかも。いやでも本当何でもいい、本当お前じゃなかったらいや本当大丈夫です。こんばんは。でも石黒さんってなんか愛知県に多いらしいですよね。なんか知らないけど。石黒さん確かにあんまプライベートで会ったことないけど、この間スタバの店員さん、石黒さんに注文したスタバ。なんか。ですけどスタバに、そう、なんか石黒さんでしたって言ったら、そう、でも石黒さんほんと会ったことない。でもいらっしゃるのね、皆さんの会社とかにも。私なんか友達とも未だに出会ったことない。なんかあの私と妹とお母さんみんな Y からつく、 U からつくですよね。イニシャルが Y なんですけど、違えるんですよね。お父さんがよく私の名前を妹、なんかもう Y って呼ぼうかなみたいな言い始めて、そう、なんかもうみんな間違えるから Y みたいな言い始めて、お父さんがひどくないですか？ Y ひどいよね。そう、なんかもう私たち面白いよね。そうしようかなってT って呼ぼうかな。 T って可愛いよね。いやでもみんなイニシャルもほぼ一緒だから、 Y3 人に T1 人あとたけし惜しくもないフ
たけしじゃないですそうでも T なんですけどたけしではないはありますね。そうタではあるけどたかしともたけしともないかも。お父さんの名前に出会ったことあんまりないですね、お父さん以外は。あと超直したいんですけど、ほんとなんかお母さんも引いちゃうんです、笑うといつもなんか炭治郎はやばい炭治郎っているん現実に二次元じゃないのあ、竹道ね、竹道でもないですね、ちょっと面白すぎごめんなさい、すいませんお父さん名前当てゲームになってんの40分過ぎ止まりそうにないの、ないのでちょっとそろそろ終わりたいまあでも今のところはだから始まるけど、まあありがとうございました。ではまた明日お会いしましょう。ありがとうございました。バイ、またね。良い一日じゃないや、いい夢を見てください。バイバイ。